チョコもらえました？私ね、もらえました。友達の嫁さんでしょう。あと、また別の友達の嫁さん。そしてそのお子さん。というわけでお返し。甘いスイーツを作ってこいとまた指令をいただいたので、本日は無印にて購入してきました。まず一つ目、マカロン。そして、ショコラケーキ。こちら価格ですが、840円、998円。半額となっております。手作りで作る男子が少ないからでしょうね。これはマカロンから。中身はこんだけごちゃごちゃといっぱい入っています。さて、まずはお砂糖一袋を袋に移して、アーモンドを一緒な袋に入れ混ぜる。次はボウルに卵白 30g を入れて混ぜます。白くふわふわメレンゲができましたら、ショコラを半分混ぜます。混ぜ終わったら残りすべて入れてしまいます。ちょうどふるっておいた粉を半分入れ、そして切るように混ぜていきます。はい、こんな感じで生地ができました。セットしていた袋に投入です。こんな感じでマカロンの素を詰めましたら、下2センチぐらいのところをカット。そしてクッキングペーパーを敷いたところにマカロンの素を出していきます。あとはこれを30分ぐらい乾燥させて、そこからオーブンで焼き上げます。その待ってる間にキャラメル味もあるので、そのうちに作ってしまいましょう。こんな感じで準備ができました。さて、あとはレンジで焼いていきましょう。レンジの温度は150度、そして時間は13分です。さて、このまま焼いていきます。さてさて、できた。でもう一個も、さて焼き上がったんですけど、こちら出来上がったマカロンに間にチョコレートを乗せて、そしてサンドするだけ。これで1個完成。手作りのためこういう失敗もあるので、こういうのも2つくっついてしまったのを合わせて、世にも珍しいダブルマカロン。はい、次ハートのショコラケーキ。おお、こっちはもっと簡単。まずはココアパウダーを入れて、そしてサラダ油大さじ1杯分を中に入れてスプーンで混ぜます。はい、次はレンジケーキミックス。卵、砂糖大さじ1杯、牛乳大さじ3杯を入れます。そしてひたすら混ぜる。ココアチョコを入れちゃいましょう。わあ、いい色になってきた。混ぜ終わりましたら、付属しているこの容器に流し込みます。このように流し込みました。あとはなんとレンジでチン。はい、レンジに切れていただいて、だいたい3分半加熱します。さて、おお、むちゃくちゃ膨らんでる。型で抜いていきます。こんなんでいいかな。お、取れた。さて、かなりいびつなハートができたところで、上にチョコをコーティングしていきます。湯煎で溶かしたチョコレートを塗って、いい感じ。さて、ショコラケーキとマカロンの2種類が出来上がりました。まあこういったね、ホワイトデーで男の手作りは若干キモい感じはしますけど、まあいいんじゃないでしょうか。以上、男でもホワイトデーは手作りで返せの巻でした。いける。実はブログやってます。よかったら見てください。こちらより